はい、じゃあ新しい仲間が到着したのでちょっと開けてみましょうか。はい、はい、出てきました。ギリシャリクガメです。おー、綺麗ですね、模様がね。よいしょ。はい、こんにちは。綺麗、すごい模様綺麗だね。何センチぐらいだろうな。あとで身体測定してみましょうね。だいぶちっちゃいですよね。7センチ、8センチ、8センチあるかないかでしょうね。あ、おっぽし引っ込めちゃってちょっと分かんないな。あの、オスかメスかはわからないですよね。オスかな、この尻尾を横向きにしてるな。はい、じゃあ早速身体測定していきましょうか。まずは重さ、140g ですね。 140g、 だいぶ軽いな。で、高調が 高でもそんなちっちゃくないな。8.8 ですね。 8.8。 あー、なんかもっとちっちゃく見えるな。よし、じゃあ次は今いるリクガメたちとちょっと合わせてみましょうかね。どういう反応するか。でもこの子まだ顔を出してくれないんだよね。ほら、ちょっと水か餌かなんか与えてみますかね、まずは。はい、じゃあちょっと水と餌を用意したんで、ちょっと食べるかな。びっくりしちゃった。あれだな、頭引っ込めちゃって出てこないですね。もしかしたら人にあんまり慣れてないのかもしれないですね。まあ、今いるアラブ系ギリシャも最初こんな感じだったかもしれないですね。どうしようかな、どういう風にケージを分けるか、ちょっと悩むな。アラブ系でまとめるかな。ちょっとじゃあケージの用意もしてみましょう。はい、じゃあ昨日雨の中掃除した水槽を納屋の2階に準備しました。結構綺麗に洗ったんだけどね、やっぱり乾くとね、こういう白い筋が出てきちゃうんですよね。やっぱカルキかなんか
もう10年間ぐらい放置してるとこうなっちゃうんですかね。全然取れないんで、もうこれは諦めました。でどっちにするかなんですけど、後のうちのことを考えると、アラブ系で同じこのケージに入れたいので、この大きい方にとりあえずはね、慣れるまではこの新入りちゃんを一匹でね、この中に入れていきたいと思います。はい、じゃあまずは60センチ水槽にこの天然ヤシガラプレミアムパーモンね、10リッターの残り半分ぐらいを入れてきます。で、あ、水槽が狭いから結構厚みがあっていいですね。多分半分もなかったな、5リッターもなんか4リッターぐらいしかなかったと思うけど、このぐらいの量になりましたね。で早速この子を入れていきます。で餌も入れようかな。よし、まだ顔出してくれないですね。はい、でシェルターなんですけども、このプラスチックの植木鉢を今洗って持ってきました。あの瀬戸物の植木鉢だとね、あの綺麗な甲羅がヤスリみたいに削れちゃうんで、このプラスチックのツルツルなやつ、これですね。これはもう半分にしようかな、電動工具で。よし、で、ということで電動工具で真っ二つになりました。これでシェルターできましたね。よし、じゃあ早速入れていきましょうか。よいしょ。よいしょ。これで日差しを遮るシェルターができたんで、ここで落ち着いて住めると思いますんでね。餌も食べてないですね、またね。よし、まだ慣れてないけど、そろそろ行ってみるか。フル株のリクガメたちとちょっと対面させてみましょうかね。はい、シカトですね。お、興味示してるぞ。ちょっとかわいそうかな、これ。やっぱ大きさ全然違いますよね。で一応こっちのアラブ系同士で一緒に入れたいと思ってるんで、仲良くなってくれればいいんですけどね。
ちのアラブ系のこの子もね結構おとなしいんでね、気が合うかもしれないですね。これ両方とも同じショップで買ってますんで、もともと同じケージにいたかもしれないですね、もしかしたら。匂い変えてる。攻撃した。ちょっとやっぱ縄張りみたいのがあるんですね。これ多分オスかな。この子もオスかもしれないですね。ちょっとまあこの子はちょっとね攻撃性が強いんで、今までのケージに入れておいて、でこっちの2匹をね、おとなしい2匹をこのケージに入れようかなと思ってますね。ダメだよ攻撃しちゃう。ちょっと入れてみました。これ2匹入れたんでシェルターももう1個入れようかな。これをねちょっと狭くなっちゃうけど、中に持ってきて、こういう感じにしようかな。多分この2匹ならね、なんか大丈夫な気がしますね。こっちの大きい子はもう多分メスなんで、こっちがねオスであればね、大きくなった時にペイになるかもしれないですね。ああ食べてる食べてる。お顔出してきたね。ああ可愛い顔してるね。やっぱ似てますよねこっちのアラブ系同士は。慣れちゃうとこうやって頭引っ込めちゃったけど、いつもね頭とかも普通に撫でさせますよね。あ、撫でた、こうやってね。